地蔵院は京都市西京区山田北の町にある臨済集計の単立寺院。3号は絹ヶ笠家漁に由来する絹ヶ笠山。本尊は地蔵菩薩。周囲を竹林で囲まれていることから竹の寺の通称で知られる。この場所はもともと絹ヶ笠内大臣と言われた家人の藤原家寮が山荘を営んでいたところで、寺は1368年。 室町幕府官僚を務めた武将の細川頼之が、二層明星から土地を買い取り、寄進したことにによって創建された。細川頼之は、壁端州隆史に帰依して出家した。当時の実質的な解散は、壁端州隆史であるが、壁端は法兄にである無双祖籍を、環状解散としている。南北朝時代には、直眼寺となって、自運も交流したが、 応仁の乱の陛下により、画乱を消失し、自由も衰えた。江戸時代までは境内にわずか二つの末字が残っているだけだったが、1686年法上が復興し、時間が整備された。江戸期には天竜寺に属した。元は臨在州に属していたが、1968年に独立して、単立寺院となっている。 なお、一級総順は6歳で出家するまで母と共に、この寺で過ごしたと伝えられており、2017年には一級全自母子像が境内に建立されている。ありがとうございます。